今回の主役はクマムシです。クマムシはどんな形かな、どんな時に出現するのだろう。さあ、ミクロの世界を覗いてみよう。反応タンクで採取してきた活性ヨウデイです。それをスライドグラスとカバーガラスに挟みます。スポイトで活性ヨウデイを乗せてプレパラートの準備ができたら、顕微鏡で観察してみよう。これはクマムシです。学名はマクロビオツスです。8本の足で力強く元気に歩いていますね。クマムシが元気な時は、他の微生物も活発で、活性ヨウデイの状態は良好です。微生物たちが元気だと、どんどん汚れを食べてくれて、下水はきれいになります。クマムシの元気な姿は、水がきれいに処理されている証なのです。このクマムシは少し大きめのようです。1ミリメートルくらいありそうです。スライドグラスとカバーガラスに挟まっているようです。足を元気に動かしてパワフルですね。小さな生き物たちの元気パワーで水がきれいになっていくんですね。クマムシの動きはどうだったかな。クマムシとは、学名はマクロビオツスです。下水の処理がうまくいっている証です。8本の足で力強く歩きます。その姿がどこかユニークですね。